グセインパッシャ・オグルイラフマノフはソビエト連邦で活動したアゼルバイジャン人の政治家。1902年12月1日、ロシア帝国バクー圏バクルで漁師の子として生まれた。1918年まで学費を稼ぎながら民族学校で中東教育を受け、1919年からアゼルバイジャン民主共和国外務省でクーリエとして働いた。九百二十年には、 議会と食料委員会で数ヶ月働いた後、翌1921年まで赤軍アゼルバイジャン士官学校で学んだ。同年からはバクルでアゼルバイジャンコムソモール地区委員会組織部部長、バラハヌイサブン地地区委責任初期、中央委先導、宣伝部副部長を1923年まで歴任。1923年からボリシェビキ党委員となった。 同年から1925年まで中央医、第一初期を務め、農村部の青少年の識字率向上、政治的、文化的発展に携わった。1925年から1928年までは、全連邦コムソモール、ザカフカース地方医、第一初期を務め、地域の農業集団化と、国際主義の発展を推し進めた。1928年5月17日には、 全連邦コムソモール中央イビューローイン及び初期に選出され、翌1929年には第2初期に選出された。12月7日まで初期を務め、コムソモールの出版、編集分野で活動した。同年12月24日から翌1930年5月31日まで、アゼルバイジャン共産党中央委初期を6月4日から11月28日まで、 第三初期を務め、反宗教宣伝にも関わった。1930年から1931年までは、カザフスタン地方労組同盟及び、全連邦労組中央会議組織部副部長を務め、1931年から1933年までは、赤色教授学院でも学んでいる。1933年4月に、幕府へ戻り、 9月19日から12月10日まで、アゼルバイジャン共産党中央委、第二書記を務めた。12月12日から1937年10月5日まで、アゼルバイジャン社会主義ソビエト共和国人民、委員会議議長を務め、任期中は、農業の集団化、機械化や石油産業の進行、アゼルバイジャン共和国憲法改定などに関わった。その他、アゼルバイジャン共和国、 ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国及び、ソビエト連邦の中央執行委メンバーも務め、1935年3月には、農業分野での貢献を称して、礼人勲章を授与されている。しかし、1937年10月1日には、モスクワで逮捕され、ルビアンカでの拷問の末に罪を自白。連邦最高裁軍事参議会によって、死刑を宣告され、 翌1938年4月21日に人民の敵として銃殺された。兄弟のガサントアリアガも獄死し、両親も逮捕され、妻も10年間セミパラチンスクへと追放された。その後、ラフマノフは1955年12月に名誉回復がなされた。ありがとうございます。